ったく、これで終わりかよ。やれやれ。いや、強かったー、マジ。ブロロローム強すぎない？こいつ。あ、また買いそうだ。やれやれ、間に合ったな。いや、ジョー太郎。メロちゃん、おかえり。受けたまわり太郎みたいなことめっちゃ言うな。カルボ、何匹か進化させてきたぜ。え、あ、やっぱり進化するんだ、あいつ。これでパワー不足もなんとかなるだろう。スターモービルも動くはずだ。スターモービル。やったでござるな、オルティガ殿。あれね、ブロロロームね、スターモービル。口だけかと思ってた。オルティガ。うっせえ、一言余計なんだよ。てめえはそういうとこがうざいんだぞ。え、ブロロロームをスターモービルって言ってんの？メロコも似たようなもんでしょ。もともとのブロロロームはなんか違うのか、スターモービル。口も態度も悪いから悪目立ちしてるんでしょ。あ、そうなの？それは違うよ、オールちゃん。美は。メロちゃんは可愛くて女の子に焼きもち焼かれるから、わざとぶっきらぼうに悪態ついてるの。え、そうなの？あ、そういう背景が？だから結局悪目立ちしてるんだよね。本来はこんな子じゃないってこと？おいおい、美はね、勘弁してくれよ。美はね。あ、年上なの？そのくらいにしとこうぜ。そろそろ時間だもん。ピーニャ、元生徒会長。いよいよだね、スター大作戦。スター大作戦も謎だよな。して、マジボス殿の考えは？襲名。ああ、いじめっ子をまとめてグラウンドに呼び出したってさ。いじめっ子？いよいよか、燃える燃えてくるぜ。いじめっ子と戦ってんのか？スター団は。燃えて燃えて燃え尽きちまったか。スター大作戦って何だったの？ここまでだな。てめえの残っち。マジで気合入ってたぜ。いやー、気合入ってたっしょ。育て直しましたから。この戦いのために。この俺、勝ったんだ。胸張ってダンバッチ持ってけ。そのブーツすげえ歩きにくそうだな。膝が動いてない。おーおお、いや、何この写真。え、どういうことこれ。え、ランコの表情おかしくないかこれ。え、な、どういうこと。真顔なんだけど、ランコが。え、何何今の。もうどうにでもなるだ。技マシンもくれてやるよ。なんか変な写真撮れた。あ、ニトロチャージだ。え、いいんすかこんな。もらっちゃって。素早さ上げるやつ。勘違いすんなよ。てめえにやるんじゃねえ。え？残っちにやるんだからな。いや、残っち覚えれるかな、ニトロチャージ。ありがとうございます。残っちのこと気に入って、ユーマンのこと気に入ってくれたんだ。要はすんだろ。一人にさせろよ。ブーツせめて膝下のやつないのそれ。おっ、ネルケ来た。スター団のメロコ、会ってほしいポケモンがいる。ポケモン、なんだてめえ。いや、マジでなんだてめえだよ。あっ、ボウ、ボウジロー来た。カルボ、いや、お前は、え、ボウボウ、あ、メロコのボウジローか。お前どうして。メロコが育てたカルボか。この子はあんたを探してアジトに来たみたいだぜ。ボウ、あー、学園からわざわざ。お前懐かれてるみたいだな。メロコのこと好きなんだ。アカデミー行ってた頃はこいつと毎日遊んでたからな。へえ。火の揺らめき見てりゃ考えてることくらいわかるぜ。でも置いてっちゃったんだアカデミー。ボウジロは何を思ってここに来たんだろうな。ボウボウ、連れ戻しに来たのかな。
メロコ。お、ボウボウ、めちゃくちゃ懐いてる。ボウジロウ、俺にはボウジロウがあんたに戻ってきてほしいと言ってるように。あ、うぜ、戻る気ないんだ。スターダンはアジトでアカデミーを襲う計画を立てているとか。え、そうなの？そんな噂あんのかよ。あの頃から何も変わってねえな。あ、噂か、ただの。マジでありえねえから。あの頃、すげえ過去を匂わせてくるな。さっきまで改造車を乗り回してたのは？あ、スターモービル。スターモービル、昔喧嘩用に作ったんだ。喧嘩用。スター大作戦。実際使ったのはてめえら相手が初だけどな。スター大作戦で使わなかったってこと？初、昔の喧嘩。スター大作戦って知ってるか？お、それ話してくれんの？スターダスト大作戦じゃなく、スター大作戦。うん、いや、初耳だな。1年数ヶ月前言ってたやつ。そうか、知らねえよな。俺らスター団にとっては宝物みたいな思い出だったんだ。え、何？え、ここで終わり？いや、話してよ、スター大作戦について。すげえ匂わせてくるじゃん。残りのスター団倒したら話してくれんのかな、過去に何があったか。ラタ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 ランコ、メロコからボスの証ダンバッチをもらったようだな。アルセウスフォンが鳴ったわ。コクコク。ふむ、確かに。うん、これでボスがいなくなったチームシェダルはなくなるはず。また LP くれんのかな、これ。メロコ、いや絶対マジボスだよねこいつ。すまない、また考え事をしていた。いや、カシオペア以外いなくね。約束の報酬だ、ランコのスマホに LP をチャージしておこう。ありがとうございます。やっぱくれた。あ、6000、前より1000増えた。あ、技マシンマシン。はーい、補給班来た。ボタンじゃん。起きた。どうも補給班です。毎回徒歩で来るな。お、アギャース、あれアギャース出てきたぞ。うわ、なんなんこいつ、勝手にボールから出るな。え、なに、お、ちょ、やめろ。え、懐いてる、知り合い。助けてえ、何されてんのおい、やめろ、アゲアス。サンドイッチだと思ってる？サンドイッチじゃないぞ。確かにカラフルな色合いしてるけど。あ、寝てる。よだれてベトベト。マジでなんなん、あれ。よだれじゃなくてオイルじゃないかな。すごいポケモン、謎の。いや、すごいポケモンだよ。いや、ある意味すごいけど。え、すごいか？いや、すごいよ。いや、こいつバイクになったりするんだよ。すごくね？あー、忘れないうちに報酬ね。ありがとう。素材くれんのか。やった。ありがとうございます。名前、ランコだよね。そうだよ。スターダスト大作戦戦闘班のランコから見て、戦闘班なんだ。スター団ってどうなん？え？いや、強い強い。毎回めちゃくちゃ苦戦してる。てか、一回は負けてる。強いよ、スターダン。ポケモンにも懐かれてるしな。噂だとスターダンって根っからの不良じゃないんだって。大半がいじめられていたり人付き合いが苦手なだけ。あ、そうなんだ。そういう子が集まってんだ。そんな連中が集まってスターダンが結成された。はあ、一人では立ち向かえないいじめに打ち勝つために。いじめ？あ、やっぱりそうなんだ。
あ、これ生徒たちの SNS ハッキングして突き止めた情報。ハッキング？なんでも5人のボスを集めて団を作った真の黒幕もいるとか。あ、マジボスね。喋りすぎた、喉痛い。グレープアカデミーでいじめがあるってことじゃ。残りの団のアジトも頑張って。表向きそんないじめある感じ見えないけどな。いい先生ばっかだし。あ、そうなんだ。校長はじゃあそれに気づいてるってことなのかね。へえ、いじめ問題か。ポケモンでそんな話やるの。めっちゃ雨降ってきた。いや、なんか雨に降られすぎじゃないか、ランコマジで。発酵ジム、ここ行くか。発酵ジム、なんじゃも、別名エレキトリカルストリーマー。お、ストリーマー。電気タイプの使えて、勝利より視聴者の反応優先。若者の間で絶大な人気を誇る今をときめく動画配信者。彼女のジムテストは非常に個性的なので対策がしにくい。おー、行ってみようか。近いしな、こっから。ん？モノクラゲ。お、え？ちょっと待って、なんだこれ。え？目のクラゲ歩いてる。おーおおお、え、すっげえ、なにこれ。わあ、ちょっと待って、めっちゃ欲しい。なんだこいつら。おいおい、天才か。おい、天才デザインだなこれ。歩いてるよ、目のクラゲが。じゃ、目のクラゲ歩かせましょうって言った人天才じゃないっすか。おお、すげえ。あー、そっち当たった。え、めっちゃ欲しいこれ。何、超面白いじゃん。え、もう大好き、もうすでに大好きなんだけど。何これ。しゃー、ノノクラゲ。え、大好き。何これ、何ポケモン。キクラゲポケモン。あ、地面草タイプ。メノクラゲに似ているが全く別の種類。そうなの。足は細いが走り出せば時速50キロ。めっちゃ速いじゃん。いや、法定速度ぐらい出るじゃん。何これ。え、欲しい欲しい。名前どうしよう。ランナウェイ。ランナウェイで行こう。なんか逃げる姿がすげえ面白かった。ちょっと強さ見たいな。ランナウェイの強さを見よう。地面草タイプね。禁止の力。行動が遅くなる。変化技を出すとき。はあ、なるほどね。ちょっと待って。あ、逃げるのが早いって。ランナウェイだ。長体を表してる。マジでランナウェイじゃん。ちょっとダンデさんとかやるか。いや、草草がね、かぶりまくってるからね。いやー、ランナウェイ、いや、こいつは連れていきたいな。進化するっしょ、毒クラゲに。この感じで毒クラゲなんのこいつ。わいや、ちょっと、おい、走る姿面白い。お前面白いな、お前。わあわあわあ、ついてくる。わあ、ついてくる。小走りでついてくる。何これ、キモカワ。待って、でもさ、バイクに追いつけんだろこいつ。時速50キロ出るってこと。あーあーああ、すげえ。あ、でも確かめっちゃ速い、めっちゃ速い。そんなに、ああ、ぶつかっちゃった。そんなに置いてかれてないぞ。待って待って、もういら、2体目はいらねえわ。ランナウェイしよう、ランナウェイ。その通り、ランナウェイ。よし、ナイス。さすがランナウェイ。落ちる。もうすっげえ落ちた。どこだここ。マリルが水没している。めっちゃつい。あ、コイルがいる。コイルだ。テッカテカ、何これ。コイルテッカテカなんだけど。すげえ、重曹とかで洗ったこのコイル。超テッカテカだぜ。はい、業務用で。まあ、なんかよくわかんないけど、なんか業務用の何かっぽいよな、コイルって。
通の人は使わない業務用の何かで。お、寝とる。おい、ランナーウェイ寝とる。え、てかこいつ、こいつ立ったまま寝るんだ。横になって寝ないんだな。縦になって寝るんだな、こいつ。おお、発光してやる。お、発光してる。マジで発光してる。え、すげえな。めっちゃ都会じゃん。おい、ちょっと。いや、マジ、ケンタロスさ。いや、街並み眺めてんだよ。今、ちょっと逃げるか。あ、逃げられなかった。マジか。ダメ押し。何それ。おー、うわー、ちょっと、ランナウェイ。ランナウェイできなかった。ランナウェイが。いや、待って、逃げよう。あー、逃げて、逃げて。よしよし。いや、時速50キロで逃げろよ、ランナウェイ。逃げられない時もあるんだな。お、これスバメ違う。え、なにこれ。知らない。知らねえ鳥だった。え、なにこの鳥。初めて見る鳥。目でか、目クソでか鳥がいる。なんだこいつ。よし、回電。何を何を回転したんだこいつ。ウミツバメポケモン。あ、電気飛行。海岸の崖に巣を作る。巣はパチパチ弾ける。不思議な食感で人気の珍味。食べるんだ。あ、ツバメの素敵な。てか電気飛行タイプ強えな。めっちゃ優秀じゃんタイプ。いや、もうパチパチ弾ける不思議な食感って言ったらもう俺あれしか浮かばねえ。ドンパッチだな。ドンパッチしかないわ。ボーボボのドンパッチはドンパッチっていうお菓子が元ネタなんですよ。みんな知ってるね。よし、まあ、電気飛行強いけどまあいいかな。お、これ何、なんか埋まってるぞ。ん、これポケモン。え、これただの飾り。ケケンカに来た。負けんかにだった。どっちだ。何人かある。え、なん、え、な、な、え、なんかいる。え、なんだこれ。え、ディグだ。何あの、え、白。え、長、なき、キモ、何あれ。え、なにこれ。こ、あーあ、潜ると当たんないんだ。え、ディグだじゃないのかな。え、めっちゃディグダに似てるけど。え、なにこれ、お前。あ、オッケーオッケー、当たった当たった当たった。長っ。ディグ、顔ディグダなんだけど。海ディグダ。え、海に住むだけでこんなんなんのディグダ。え、何があったんだよ。魔改造されてるディグダが。わあ、よし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 、やった。え、これもあれ別の種類ってこと。あの目のノノクラゲと一緒でディグダに似た別の。いや、やっぱそうだ。あ、アナゴなんだ。ディグダ。ディグダに似るがまるで別の種類。生息環境に適応して偶然似たらしい。いや、こんな偶然ある。いや、顔一緒じゃん。家系図どっかでつながってるって。ここまで似ることないだろう。へえ、面白い。そのリージョンフォームとも違うんだよね。もう全く違うポケモンってことだもんね。いや、すごいな。新しいの見つけたな、ゲーフリー。いや、すすり餅だ。完全すすり餅だよ。え、これ進化するよな。海ダグトリオになるよな、これ。いや、わからんな。進化先全然違うかもな。別の種類だし。え、ちょっと見たいな。これどうなるんだろう、進化したら。いや、でもなー、どうしよっかなー。まあでもあれか、まあユーマンとかフラミンゴみたいな感じでまた必要な時に出てきてもらう感じするか。とりあえず2軍ってことで、控えってことでボックスにいてもらおう。いやー、面白えわポケモン。ディグダとかメノクラゲに今さらテコ入れ入るとは。はっ、え、イルカだ。イルカがいる。え、すっげえ、
ちょ、ギャラドス怖い。ちょ、イルカ、イルカ。イルカだ、めっちゃイルカだ。あ、イルカポケモンって初だよね。ずっと言われてたやつだよね。イルカのポケモンいないって。お、いよいよ出たか。波イルカ。波って何？よーし、捕まえた。波イルカ。こいつはまあ普通に水タイプ？エスパーとかもワンチャン入ってるか？なんか知んないけど。あ、水タンタイプ。水のリングは頭の穴から出る粘着液と海の水を混ぜて作り出したものなのだ。いや、めちゃくちゃイルカじゃん。なんかフラミンゴといい、なんか割と動物まんまのやつ多いね。まあ昔のポケモンそういうの多かったけどね。クラブとかね、マンタインとかね。最初からさ、ドラッター、二人が泳ぐイルカだったら、ソールドアウトです。あ、僕の世代はね、もうソールドアウト不可避なんで、もうイルカと聞いたらね、これしかない。お、なにこれ、なんだ、え、これ新しいよね。え、これ過去にいた、え、なんか見たことあるような、違うな。え、新しいよな。え、お前新入りか。名を名乗れ。ミガルーサ。あ、知らない、知らない子だ、知らないやつだ。え、なんか知らないやつめっちゃ出てくる。よっしゃ、ミガルーサ、ミガルーサってこと？どういうこと？名前の意味。切り離し、あ、水エスパー。高い再生能力を持つ。体の贅肉を捨てて身軽になり、獲物に突撃。いや、生態怖すぎるだろ。あ、自分の肉を切り捨てて、身軽さってこと？怖すぎる。だって人間だったろ、これ。陸上選手が、マラソン中にどんどん自分の肉を切り落としていくみたいなもんでしょ。怖すぎる。池作りだな。まあ、セルフ池作りという。もうこいつはもう捕まえた瞬間に池作りみたいな体になってるんじゃない？来た来た、やっと着いた。おお、ゆっくり、時間がスローモーションになってる。発光して、回復してください、お願いします。お、うわ、ブティックあるやんけ。おい、ちょ、頼む、邪魔するぜ。ファッションチャンピオンランコだ。ヘッドウェア。あ、そうか、今のランコだと被れないんだ、帽子。いや、でもなんか名前が、ハンチングはいらないんだよ。もっと可愛いのよこせよ、なんかよ。素晴らしい選択。いや、買わない、買わない、買わないよ。え、なんか可愛いのないの、マジで。麦わら帽子とかさ、そういうのないのかな。あ、てか今気づいたけど、ずっと勝ち込みスタイルだ、ランコ。あ、いいか、ここ都会だし。新宿の女のままで行く。いや、ブティックめっちゃある。靴見せてくれよ、靴。なんかいいのねえのか。ハイカットスニーカー、これどんなん。お、え、あ、めっちゃかっこいいじゃんこれ。え、いいね。お、ハイカットスニーカーしか売ってない。ハイカットスニーカー専門店だ、ここ。え、でもかっこいいこれ。ホワイト買おうかな。え、ホワイトめっちゃいいじゃんこれ。うん、これ買います、履き替えます。よしよしよし、よろしいです。まあ、制服だったらね、スニーカーもいいよね、やっぱり。あ、靴下屋もあるぜ。靴下見よう。あ、さあ、なんか短めソックスのさ、黒とかないの？白とか、そういうの欲しいんだけど。スポーツタイツ、あ、タイツね。うわっ、ナメック星人みたいになってるじゃん。待て待て待て、スポーツタイツイエロー。あ、ブラック、ブラックは。いや、このなんか下の部分いらん。これ侵食されてるみたいな部分いらん。え、普通に黒タイツないの？いや、これパターンとか、パターン、いや、無地ないの、無地。いや、パターンというか、いや、パターンとかいいんで。プリント、え、普通、いや、キラキラいらないのよ、アナと雪の女王みたいなやつ。え、無地ないの、無地。いや、めっちゃいいのになんか模様が気に入らん、全部。え、ブティック、服、服ないのかな？服マジでないの？あ、あ、あ、おにゃはだ！え、おにゃは広告に出てる。お前、いつの間に。あ、あ、何あれ？焦げた？
え、ホゲータ進化してない、あれ。あ、あんなんなんない。待って、ちょっとよく見よう。え、このスニーカーめっちゃかっけえ。どこで売ってんのこれ。お、誰。あ、ジムリーダーの人だ。左下の方にいた人だ。いや、コルサさんで撮る。ハイエロファントの結果みたいなやってる。あ、これあれだ、ここのジムリーダーのなんじゃもだっけ。え、これクワッスも進化してるな、よく見たら。なん、おにゃはは。いや困るなぁ、ちょっとランコ通してもらわないと。子役デビューみたいなのしてんじゃん、おにゃ。いや、てかいいんだよ。ブティックはどこだ、ブティック。え、ブティックあんだけ。あ、これ何。あ、飯屋か。なんだ、ややこしい。あ、あ、あ、すげえ。あ、めっちゃかっこいいブティックある。これブ、お、ワンランク上のおしゃれだって。あ、したーい。あ、スニーカー売ってる。え、やっぱ服は売ってないのか、靴とかだけか。うわ、すげえなこれ。いや、たっか、8万。マジか、8万すんのこの靴。やっべえ。あ、高級ブランドだ、レザーリュック。おっ、わすげえ、高そう。うわ、何これ。うわ、これめっちゃいいな。うわ、これめっちゃ背負わせたいな、ランコに。うわ、めっちゃいい。てか今のランコにめっちゃ似合う。このランコにめっちゃ似合う。キャメル、あ、キャメルいいわ。え、これ欲しいな、めっちゃ欲しいな。でも5万か、たけー。え、ちょっとランコ校長におねだりしない。校長、5万のバッグ買ってんしない。いや、てかこれピンクないの。いや、これのピンク背負わせたいわー。生意気クソガキ感出るわそれ。いや、ヘアバンドいらねー。あ、あ、あったあったあった、服屋あった。え、ここは服売ってないのかな。テーブルシティにも同じとこあったけど、同じショップあったけどな。いや、ないじゃねえか。なんで、うわ、これないわ、ないやつだこれ。服変えたかったな、チラッチラ。ギロギロ。え、これやっぱ学生だからかな。学生だから制服以外金なってことかな。まあでもそりゃそうか、課外活動だもんね、課外授業だもんねこれ。いや、でもさ、学校の外だったらよくない、私服でもよくない。学校ない、学校行くときは制服着るからダメ。ダメなの校長そういうの。いや、分かった、じゃあランコがチャンピオンになったら校則変えようぜ。なんか校長に圧かけようぜ、そういう風に。嫌なら別の学校移りますけどっつって、チャンピオン実績1個減りますけどいいんすかっつって圧かけようぜ。あ、美容院あるじゃんこれ。え、なんか、ま、発光シティ限定ヘアとかあったりします、これ。じゃ行ってみよう、ランコ。でも、まあ、せっかくだし変えるか、ちょっと。せっかく都会っぽいとこ来たしね、都会の女ランコにしようぜ。今までの地味っ子ランコは卒業して都会の女に変えてやる俺。え、これよきまるでは、よきまる用具店では。え、これにしよう、かき揚げロブにしよう。やっぱりいい女はかき揚げていこう。かき揚げるだけかき揚げていこう、前髪を。よしよしよし、とっても似合ってるわ、あざっす。いや、やっぱピンク髪かわいいな。ピンク髪なんか K-POP アイドルみたいでかわいい。おいおい、これも顔面チャンピオンランクですか、ランクは。と、あ、おにゃは来た。このクソデカオニャハとツーショット撮っちゃおうよ。まあ、これオニャハを撮っているようで、もう可愛い私を見てってことだ。もうそういう自己顕示欲も芽生え出してきちゃってるから、垢抜けたランクは。いや、マジであのブランドバッグ欲しい、あれ背負わせて。あのバッグ背負わせて攻守ともに最強になりて、最強の女になりてよ。マジ校長ゆするか。寝る気だってことバラすぞっつってゆすっか、マジクイックできない。おいー、さて。ランナウェイマジで面白いな。すすり持ち、地面を這うすすり持ち、ランナウェイ。おいっす。いや、可愛いよ普通にランナウェイ。これどこ、洗える部分少なくない。いや、少な。
洗える部分少ねえ。そこだけでいいの？首の根元んとこだけでいいの？まあ、水タイプだから割と常に汚れは落ちてます。伸びてる。ずるーって引き出したいな、全部。10メートルぐらい出てきた。どうしよう。ランナウェイ。いや、もう俺断然、目のクラゲより、ののクラゲ派ですね。いや、マジで可愛い、こいつ。目つき悪いのもいいわ。じと目なのもいいわ。え、目のクラゲってもともとこんな目だったっけ？なんか、もうちょい鋭い目してなかった？なんかこんなじと目じゃなかった気がするんだけど、こんなんだっけ？めっちゃ可愛いわ。いや、歩き方。いや、歩き方も可愛すぎる。なんだこれ。いや、もう自分が可愛いことが分かっているものの表情だ。自信に満ち溢れてる、このランクは。あれ、みんなどこ行った？おお何してる。いや、なんかスタックしてる、ここで。おい。あ、そしてなん、それを全員で眺めている。何この状況。あ、何これ、何これ。いや、誰か助けに行ってやれよ、おい。ランナウェイが、ランナウェイがハマってるよ、あそこで。いや、マジなんで全員で固唾を飲んで見守ってるの。何この状況。よし、来た。電気、ロート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 。アルセウスフォンが鳴っている。あ、ネモちゃん。もしもし、ランコ？私。電話できた、今回は。ジム回ってる？今、どこジム？発光ジム。発光ジムいるよ。ネモちゃんは？あ、意外と近め。ちょっと顔見に行こっかな。本当に意外？本当に意外なやつ、それ。いないだったんだよ。あ、来た。あ、いたいた。いや、前回待ち伏せしてるって思われたから。今度は外で張ってたのか。ランコもう二つ目なんだ。バッチリいい感じ。てか、ランコ変わったんだけど気づかない？三つ目のジムはここ選んだんだね。ネモちゃんそういうの興味なさそうだな。ランコなら大丈夫、とは思うけど。ジム前の練習として、私と一回勝負しとこっか。お、ついに？お、いや、全然いいよ。久しぶりにやる？わあ、嬉しい。やる気みなぎってる。テーブルシティの前で戦ったぶりか。それじゃあ決まりね。うん。ネモちゃんのポケモン強くなってんのか。早速バトルコートへ向かいましょう。もうジムリーダー戦の前に、ネモちゃん戦に突入したぞ。お。ジム前は町のバトルコートにあらかじめ来ておいて、うん。コートの立地とか材質とかあらかじめ知っておくといいよ。お、ガチ勢のアドバイス。戦況を左右するかもしれないから。材質？材質で左右されることあんの？ランコの顔見たらわかる。え、何が？ますます強くなってるね。いや、強い女になってるでしょ、顔も。私もちょっと強気なメンバーで行こうかな。お、マジか。ちょっとガチ。それじゃあよろしく、ランコ。よろしくね、もちゃん。でもやっぱクワスとかは入れてくるのかな。どれぐらいのレベルのポケモン使ってくるんだ。実りある勝負にしよう。それよく言うね。好きなんだな、その言葉。いや、ネモちゃんのその鬼の手みたいなグローブ気になるわ、右手の。お、言わんこ。はいはいはい。こっちはランナウェイだ。いや、相性的にはいいんじゃない。こっち草ジム。ジムの予行練習張り切っていっちゃおう。タイプ相性的には、あ、しかもレベル21、割と低め。え、本当にそれ強気なメンバーなの？いや、もっと強えので来ていいんだよね、もちろん。オッケー、強い。強いぞ。技のチョイスいいね。どんどん実っていく。何が実ってる。おお、結構ダメージでかいな。まあ、でも。これで終わりよ。チューチュー吸ってやれ、ランナウェイ。
ネモちゃんの言わんこをさ。パンもあれ進化してないんだ。パジョシにしてないんだ、ネモちゃん。いやまあこのままいいっしょ、相性的にも。はい、チューチューチュー、いや楽勝だが。ちょっとネモちゃんランナーウェイで3立てしちゃうんじゃないこれ。いやだって最後あれでしょ、食わすでしょ。いや相性勝ってるよランナーウェイ。ウェルカンもなんだそれ、え進化してるじゃん。あ見た見た、えな、えでもまあランナーウェイのままでいけるんじゃん。勝ったつもりはまだ早い、この子で逆転させてもらうよ。お六立て宣言ウェルカムでいけんの。おおーなあ育っている、あなんか正当にでかくなったって感じだな。ランコもオーブ持ってるから今回フェアにテラスタル、あーするんだテラスタル。前回ファモにやってたよね、ウェルカムにテラスタル、ウェルカムおー生えた。そのポーズ何、あバレー、バレーのポーズしてる、バレーポケモンなんだ。だが無慈悲なメガドラ、あ結構硬い、マジかこんなもんか。いやさすが進化後ステータスが上がっている。おおマジか、あやっぱ飛行入ってんのかなこれ。あそうか飛行の存在忘れてた。いやまあまあでもよくやった。えおにゃはでいけるかな。おい種爆、あ抜群取れる、あれ飛行入ってないのか、水炭タイプ。おお優雅やられ方も優雅だ、なんだダンスに目覚めたのか進化して。ウェルカムはダンスやってるからな。あー呪いいらないな。フェイント、フェイントってどんなんだっけ、なんか先制技。あーやまなくてもいいか、まあ、また後で思い出させてもいいし。はい勝ち、勝っちゃったよねもちゃん、本当にちょっとガチできた。あーどんどん実っていく、いや何がランコの成長を実るって表現するのやめて、なんか育てた上で壊したいとか言い出しそうだ。あ来た、郊外ネモちゃんに見守られながらおおーすげえめっちゃかっけえ、何これエクスレッグ、え待ってこれ大当たりじゃんくっそかっこよくなったんだけど。あ悪タイプ入ってる、畳まれた第三の足を使う決戦モードは体の負担が大きいため長くは続かない何それ決戦モードって何、あそんなあんの、そんなモードあんの、えかっけえ飛びかかる覚える俺も飛びかかる覚えてえな。え強くねこれ、威力80、あじゃあ虫食いの代わりに、てか攻撃も下げんのかよ、え飛びかかる強え、え待ってこれ一気に主力に躍り出たんだよな郊外が、えめっちゃかっけえし強い技覚えたぞ。今ジムバッジ2個だよね、2個の強さじゃないよ、いやまあ3個目行こうとしてるから。いやー実り合ったいい勝負だったね、ランコが美味しく実るまで見守ってるのか。勝負の俺に、あ出た、何かを3個くれる、あなんでもないし絶対3個、2個でも4個でもなく3個。本当は今すぐもう一回やりたいけど私チャンピオンだから相手を思いやって我慢するよ、えいやもうワンランク上のパーティーできてもいいよね。おじゃまたバッチ集まってきてジムで会ったら勝負しよう。おう、いいよ。ランコ。え、何？ん？ランコがもっと、うん、もっと、え、何？もっと強くなってさ、そしたら私が壊してあげるね。いっぱいいっぱい勝負できたら嬉しいな。あー、ネモちゃんは、あれか、同じぐらいの実力の子がいないのかな？付き合ってくれてありがとう、ジムテスト頑張ってね。だから才能があるランコにすごいワクワクしてるのかも、自分と同じ高みに登ってくることを期待してるんだろうなネモちゃんは。いやいつかガチできたネモちゃんを返り討ちにしてあげるよ。さて、お
え、あれあれちょっと待って、あれ、え、子供できてる待って、なんだこれえ、なにこれ、え、イカネズミ、え、イカネズミ、あれ、ワッカネズミ、え、なんでなんでなんで、ね、なにこれ、え、なんか増えてるぞ、なんで、え、進化してないよね、え、なにこれ、なんで増えた、え、なんだこれ、え、待って、え、これは図鑑にちゃんと入ってるやつ、図鑑に載ってるこれ、あ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 るあるある、一カネズミある、え、エクスレックより前なんだけど、あれ、ファミリーポケモンだって4匹家族、大きな2匹が子供たちを守りながら戦う、強い相手には全員で立ち向かう、いやいやいや、え、いつ、いつなったこれ、あれか、なんかあの抜け人的なこと、なんか条件満たしたから増えたのか、えな、ー、何これ、いやこれまだまだ行くっしょ、まだまだ増えるっしょこれ、6匹8匹いやどんどん増えんじゃないマジで、いやこれすごいな、あ、こんなことなる、あ、あ、寝てる、あ、川の字で寝てる、あ、かわいいあ、マジで一家だ、マジで、あー、ちょっと、ちょっと、いや、進化じゃないもんねこれ、繁殖だもんね、ただの繁殖しやがったよこいつら、ボールの中で、うわー面白い、いや名前変えないとな、もうディズとニーじゃないもんな、ウォとルトが増えたもんなさらに名前変えてやんないとこれは